Yeah.
賞の一歩を行うコンテンツですから、私の歌の意味を発散する嬉しいね、もうツアーもね、結構長くやってきたんですけど、もう
うとうとう今日が最終日ということでね、はい、寂しいよ、させていただいています。皆さん楽しんでますか？MTA ラスト盛り上がる準備できてますか？
Yeah.
ちょっとこれ
ルダーネスは全部はい。じゃあね。はい、そうですね。はい、そうですね。はい、はい、皆さん。はい。まあね、ちょっとこういう形でちょっとあの放送を検査させていただいて段取りをやっていただこうかなと思ってます。あ、そうだそうだ。ごめんなさい。この後の段取りについてちょっと皆さんそれぞれメッセージを入れさせていただいておりまして、はい、中の方にちょっとなんか入ってんだけど。ちょっと探していただいて。ワンサプライズ。じゃあ、小島さん、あ、じゃあ市川さんの方から。じゃあちょっと読んでいきましょうか。はい、それぞれね、はい、ちょっと業務連絡が入っています。ここ、ね、こちらで、はい、皆さん、はい、言及、言及見てください。業務連絡です。怖い、SDG 内容違うんですか？どうぞ、読んでくださいね。市川さん、楽屋の荷物をきれいにしてください。なんでそういうの言えないんだよ。だから開けたくないんだけど。じゃあ、そうですね。次ね、はい、お口会話の鈴木さんの方。もうやだ。鈴木さん、本日も可愛いですね。本当に可愛いです。これでいいですか？すみません、ちょっとこのタイミングでどうしてもお伝えした方がいい。鈴木に関してはもっとあったりしてないで。それしかなかったんだよ。自分で決めてくださいとかさ、もっとあって。そんな鈴木萌香が一番あるよね。あいらさん、あいらさん、え、はい、これ誰か。いきます。あいらさん、今回もバズりにバズりましたね。プロフィールの特技をバズりに変更しておきます。やめて、絶対嫌だ、絶対嫌だ、めっちゃ嫌だ。これって私から読むで合ってましたよね。あ、はい、あ、じゃあ最後は、ね、一番奥の小島さんどうぞ。小島さん、お母さんとディズニーに行って写真ばかり飛ばせるのはやめましょう。ママは楽しめません。はい、なんでママが楽しめる。ママだよ、ママ。あれ、ごめん、ごめん、あれ、ごめん、ごめん、あれ、あ、ごめん、ちょっと手紙間違えた。どこがいたの？おかしいでしょ。おかしい、おかしいよね。私に関して悪口だ。ごめんごめん。花のこちらでした。ごめん。これなの？そう。あ、岡山さんがその業務連絡であっております。岡山さんちょっと違う。すみません。ちょっとこちらの方に。私だけなんかママからだなと用意したハッシュタグ MTA ファイナルリストバンド1000枚見事配布完了しました。おめでとう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 。この3人だけ見えるの知らなかった。ごめんなさい、すいません、ね、小島さんの方に。鈴木に関しては絶対にいります。1000本、はい、やったー。すみません、ちょっと時間かかったんですけど、実はちょっと数えたりとかもしてまして、すみません。で、多分1300ぐらいまで、ちょっと、でもそのぐらいまでは、はい、ちょっと飽きちゃって、すみません。いや、お手紙とかを準備してたら、はい、すみません。はい。ということで、はい、皆さんどうもありがとうございました。なんか全部
しちゃってさ、次の予定とかもあったかもしれないし、そんなみんなが集まってくれたんだよ。やばい、やばいね。やばい。このあの豊洲だけじゃなくてさ、いろんなところ回ってきてさ、毎回毎回あのモジンクさんが何人も本当何百人と来てくださるんですよ。ってことは本当に集めたら相当の数の方が私たちの初めましてとして来てくださる。てくださったんじゃないですか。初めてね。なんかもう、ね、こんなに私たちがファンの人を集められるとは思ったことないし、ワンマンライブで4桁なんて行ったこともないし、はい、だからこうやってみんなが来たいと思って来てくださったことが本当に嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。集まんなかった時の対処法めっちゃくねってたよ。どうする？なんか帰れません、本当にやるっていうね。帰れません、ここに先生に集めるまで。そう、本当にその気だったよね。嬉しい。でも先に来たのは、で集合写真が撮れるんだ。撮れる。Let's go!
シールいきます。せーの、アメフラシーシー。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日では若いもん寂しいからね。今日来てくれた人は、もう次もまた来たいなって思ってほしいし、また来てほしいなって思って、思います。今日でね、この私たちのフリーライブツアーはおしまいになってしまうんですけども、なんか今日初めて来てくれたとか、気持ちは初めて会いに来てくれたって方が、もう一回アメフラッシュを見たいって思ってもらえるように、いつも私たち、ステージに出る前に頑張ろうねっていう話を毎回してたので、今日それがね、結果がつながった気がしてすごく嬉しいですし、皆さんにすごく感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。まだまだ今年はありますしね。そうだね、今日は感謝をね、12月22日に品川ステラボールでキッズアニバーサリーライブ、バッドガールズストーリーというワンマンライブがあるので、ぜひそこでね、みんなで一緒に楽しめたらなと思います。来てくれますか？はい。来てくれますか？はい。あ、ちょっと待って、まあまあ嬉しいね。チケット販売中なので、よかったらね、そこで今日のね、感謝もみんなで伝えたいなと思います。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。今日はね、もったいないよ。そうだね、まあ、でもこの後もミニライブなのがもったいない。もう一回ミニライブしたいから。もったいない、なんかやりたいね。もうすでに4丁目以上しちゃって、後でできなくなっちゃうから。だからアンコールライブ2回目が、2部ができるように、2部もみんなパクパクパク。はーい、微妙だね。2部も残っててね。はーい、よかったよかった。じゃあ、あれですね、私たちが昨日のインスタライブとかに言ってたサインボールがあるので、あれね、サインボール、ゆずちゃんならいけるよ。アイラー、そっちも優先で、そっちも優先、はい、こっちも取るぜ、これおいちー、カモン。ここまでね、ここまで、ここまで行こう。あれよ、これどうやって投げてるんですか？あ、届かねえ、あのボールは。はい、ありがとうございます。これさ、痛いよね、絶対。
写真撮ってあげてください。はい。ということで、この後はですね、特典会がありまして、初めて来てくれた方は無料で抽象とか撮れたりもしますので、よかったら遊びに来てください。お待ちしております。お願いします。Yeah.
ので、ついてきてくれると嬉しいなというふうに思います。今日はありがとうございました。以上、私たち、アメラッシュでした。ありがとうございました。ありがとう。